はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の高等式丸4をお送りします。で、高等式ね、これで4つ目なんですが、今回で終了です。高等式はね、で、今回も違うタイプの問題を2問取り上げていきますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、両方解いていきますので聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番の方から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず丸1番、問題を読んでいくと、 x プラス y イコール1を満たす xy について、常に ax2 乗プラす by プラす cx イコール2が成り立つとき、定数 abc の値を求めようという問題です。で、まず xy についてと言ってるので、まずこれが主役になります。まあ、前回と同じ感じだね。で、ポイントとしてはやっぱりこれだよね。 x プラす y イコール1、これを満たすと、つまりこれを使いなさいってことなんだよね。で、どうやっていくかっていうと、基本的にこうやって今式が与えられてるじゃんか。で、こっちの式の中に x プラす y っていうのが綺麗にあれば、そこに1をね、代わりにポンってぶち込んであげればいいんだけど、大体そううまくいかないんだよ。で、どうやるかっていうと、これを使ってこの式の x か y の文字を消しに行きます。つまり文字の数を減らすんです。いい？で、どう減らすかっていうと、これ変形するとね、例えば y を右辺に持ってくると x イコール1マイナス y になります。 x イコール1マイナス y、 もしくは x をこっちに持ってくれば y イコール1マイナス x になるでしょ。で、どっちでもいいんだけど、どっちかの形にして、それを x か y、 そこにね、代入ぶち込んであげれば、その文字が消すことができます。で、ちょっと先読みをすると、これ x と y どっちに代入した方が楽かなって考える。で、今確認すると x って2箇所もあるし、しかも x2 乗なんだよね。で、 y は1箇所しかないし、しかも1乗なんだよ。ってことは y に入れた方が楽なんだよね。そう、なので今回は y に入れていきます。もちろん x に入れても解けるんだけど、なので y に入れたいから、この式を y イコールに変形する。で、こうやってね、y イコール 1-x なので、この式が ax2 乗で、ここだね、プラス by の代わりに 1-x 必ず代入したんでカッコつけます。式を代入してるからね。で、プラス cx、イコール2と。で、あとは y がなくなったんで x 主役でしょ。だから x についてまとめていきます。前回同様だね。じゃあまず b 配っちゃおうか。 ax2 乗プラス b マイナス bx プラス cx イコール2で、まず ax2 乗、2乗これだけだもんね。で、 x くっついてるのはこの2箇所で、俺はね、プラスでくくりたい人なので、マイナス b プラス cx で、最後プラス b、 これも1個しかないからこれでいいか。で、こうなります。で、なんとか x2 乗、なんとか x プラスなんとかとね、綺麗な形に整理ができたので、あとは右辺と左辺を比べていく。で、右辺に関しては x が1個もない、つまり 0x2 乗プラス 0x プラス2と考えます。だから、まず a ね、ここにくっついてる a もう0です、そのまんまで、ないから。で、ここマイナス b プラス c、 ここも 0x なんで0です。で、最後 B は2があるので、 B イコール2、ちょっと曲がっちゃったね。この式が完成します。で、これはすごく簡単で、もう A 出てるしね、 B 出てるしね、だからあと C だけでしょ。で、 C に関しても B にマイナス2、あ、ごめん、 B に2を代入してこっち持ってくれば C イコール2ってわかるでしょ。だからもうこれで終了なんです。つまり答え、ちょっと縦書きでごめんね、A イコール0、B イコール2、C イコール2と、よいしょ、これが答えになります。なので、これが出てきたら、このね、こういうふうに式が与えられたら、文字を減らしに行けばいいんだというふうに思ってください。では、2番いきましょう。で、2番は、x3 乗プラス ax2 乗マイナス 3x プラス b を、
ごめん、カッコ x マイナス2の2乗で割ります。そうすると余りがマイナス 11x プラス2となるとき、定数 ab の値を求めようということで、まあ、割り算出てきたね。前も出てきましたけど、でこれね、ポイントとして小がないんだよね。割られる数はある、割る、まあ、式だね。で割る式もある、余りもある、でも小がないんです。でこれ基本的にはもう割り算を使っているので、割られる数、割られる式は割る式かける小足す余りだったでしょ。でそれ使います。で2番、まず割られる式、これね、 x の3乗プラス ax2 乗をマイナス 3x プラス b はまず割る式なんで、これね、でこれちょっと展開しちゃうね。先に x の2乗マイナス 4x プラス4で小が分からなくて余りを足せばいいからマイナス 11x プラス2とこうなります。で問題がここなんです。これをどう置くかっていう。で基本的にね、これどうやるかっていうと、文字を使って置くんですけど、ポイントがあって、今さ、ここ計算展開をして、これを足したらこれに戻るんだよね。でここがポイントで、実はここ x って分かるんです、一番左が。でここがすごい大事。なんでここ x って分かるかっていうと、今ね、このあと x プラスなんとか、先行っちゃうか、右は分からないんで、ちょっと k 使っておきますね。今回 x プラス k と置きます。もちろん c とかで置いてもいいけど、使ってない文字を使って置いてください。でなんでこんな置き方をするかというとね、今この部分を展開すると、まあ、俺よく全部掛けって言うんですけど、これ公式使えないんで、1、2、でここ3、4、で5、6と6回展開、まあ、配るよね。で計算をしていくんですけど、配った後にこれを足したとしても x の3乗が出てくるのって、ここを配った時しかないんだよ。他絶対3乗出てこないから、この1箇所しかない、左と左をね、掛けたところで。今元々の式が x3 乗なの。だからここ x になんなきゃいけない。もしここがね 2x とかになっちゃったら、 x2 乗をこれに配って 2x3 乗になっちゃうんだよ。2でしょ、ずれてるから。ここと、つまりここと合わせるために、ここは x ってもう分かるんです。だから逆に言うと、こっちがね、もしここが 3x3 乗、3ねがついてたら、ここ 3x って置くことができます。配ったら 3x3 乗になるから。いい？つまりここがすごいポイント。 x って置くことができる。で小っていうのは、一番左が x だったら次は定数項しかないです。もしここ小がね x2 乗だったら、次なんとか x プラスなんとかです。もちろん x がない時もあるけどね。なので x の後に x2 乗は出てこないから、つまり次定数項が必要。でも定数項は分からないんです今。そう、分かることができないので、だから文字を使って置いてください、自分で。でこれができれば、あとは右側右辺を展開していくだけです。いいかな。じゃあちょっと右辺ね、入らない気がするので、どうしようかな。ちょっと良くないけどずらすね、こうやってね。でさっき言ったように配りましょう。6回 x3 乗ここから配ってプラス kx で、ここ配るとマイナス 4x2 乗で、これ配るとマイナス 4kx、 ここ配るとプラス 4x で、最後プラス 4k で、あとね、忘れちゃいけない余りの分で、こうなります。で整理をしなきゃいけないので、まず3乗は1個しかないから x の3乗で、2乗だ、あ、2乗も1箇所しかない、違うな、間違ったのどっか、どこだ待ってね、絶対2個出てくるもんね。3乗でしょ、 kx で、2乗、あ、どこだ、あ、ここか失礼しました。そうだよね、 k だよね、 kx 2乗ね、失礼しました。でこの2箇所があるからプラス k でしょ、でマイナス4で x 2乗でくくります。で x は3箇所か、こことこことここです。で個人的にはプラスでくくりたいので、プラスマイナス 4k、 ここねと 4x とマイナス11は計算しちゃってマイナス7になるから、マイナス
x で全くくっついてない、x がないやつ、定数項はこことここか。なのでプラス 4k プラス2と、これも括弧でくくった方が分かりやすいですね。いいかな。そしたら左辺と右辺を比べに行きます。でまず x30 はもう揃ってるんで比べる必要がない。次が a と k-4 が同じです。 a イコール k-4 で、次がここだね、マイナス3とこれが一緒、マイナス3イコールマイナス 4k-7 です。で最後 b とこれが一緒なんで b イコール 4k プラス2と。でこれどっから、これ真ん中がいいね、真ん中 k しか使ってないから解けるね。これでここ解くと、こう持ってきて k がマイナス1か、これ普通で計算するとね、マイナス1で k がマイナス1って分かるから、あとも代入すればいい。マイナス1入れると a はマイナス5って分かるし、マイナス1入れるとマイナス2か、 b はマイナス2と、まあ、全部がね崩れて解くことができる。で答えは a と b だけだから k はね書かなくていいからね。だから答えの欄に書くのは a イコールマイナス5、そして b イコールマイナス2と、でこの2つを書いてあげてください。いいかな。この問題ねすごく有名で、まあ、ここですねが置けるかどうかっていうのがポイントになりますので、まあ、こんな感じで解いてみてください。では今回は高校数学数2の高等式丸4をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で最初にも言ったように高等式これで終わりなので、次から等式の証明をやっていきます。なのでね、もしよかったらそっちの方も見てみてください。もんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。